主は視力に問題があり、網膜剥離の可能性を伝えています。6月の健康診断で操縦士の業務を止められる恐れもあったということです。野村さんね、このパイロット以外にも、その人の命を預かるお仕事たくさんあるわけじゃないですか。